さあ、サブチャン用に回してますけどね。サブチャン用なんでね。またちょっと新しい試みというか。このカメラ、そういえばね、前へ映しながらワイプ画像が撮れますよっていう機能がついてるんでね。ちょっと試しにそれを使ってみながらね。どんな感じかなと。いう感じで。いかほどのものか、撮ってってみようと思います。とりあえずちょっと今ね、いろいろと買ってね、食べたんで。喉が渇いちゃったんでね。飲み物切れちゃったんで、どっかにちょっと飲み物だけパッと買って、ぼちぼちと四日市の方戻ってこうかな。この時間からだったら、1号線で、これ出てもいいですけどね。よし、じゃあ、出てきましょう。今のところ雨はそんなに、ああ、でも途中はもうザーザー降りだったんで、ちょっとかなり焦りましたけどね。本当に、ちょうど高田大社の方に向かって雲が流れていく感じだったんで、高田大社に着いたら多分大雨で、わーってなってたと思います。ちょうど、ですから、迫ってくる雲に対して、がっつり、突き進む形だったんで、逆に、着いた時に、雲が突き抜けてましたね。よかったー。あ、って言ってたら降ってきた、降ってきた、ほら。ああ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。まあ、降ってきた、降ってきた。どっち方面じゃいいんだ、これ。そうか、1号線やから、1号線の方に行くか。ダイエットのあれが出てますけど。日野なのにダイハツって思うかもしれませんけど、ここは別に日野自動車とはあんまり関係のない日野町なんですよね。あ、日野自動車の日野市はあれですもんね。日野市ですもんね、関東の方の。逆に、こっちは、竜王町という、ダイハツの竜王工場でしたっけ？大きい工場がある、ところのすぐ近くなんで、どっちかというとダイハツの方のやはり、ゆかりは深い地域ですね。やかたまで78キロ、パーキロ飛んだら、わー、降ってきてる、降ってきてる、わー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 。あー、これ迷うな。土山ショートカットできるのか？でも土山まで入れちゃうと、あれか。いっか。こう。わあ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 。これは ターミナル企画的にはね、ちゃんと、終わらせとけよっていうところでしょうけど、時間的にもね、いけんことはないんだからっていうところでしょうけど。いやー、この雨っぷり見たら、絶対やむなし。いやー、タイミング、ギリギリのドンピシャでしたね。危なかったー。さっきのところが土山の方に抜けていくってなってるね。こっちやと多分水口の方に行けるはずなんですよね。山田さんの山間だとね。これなかなか茂ってますね。こんなところにゆずりさせたやつやっぱりだって。
うどん場所。すごい。あ、現役の。あ、今準備中なんだ。なんかすっげえでっけえ器が見えた気がするけど、気のせいだかな。いやー、すごいなー。朝やってきた。ただいぶ大気が不安定ですね。天理教、大教会って行け。こんなとこにあったんですね。下の肌は。あれ、横あれだ。近江鉄道の線路が走ってんだ。ああ、これが金武川の方に向かってくものあれですね。道中の、ちょっとあれかな。なんか、診察所をやっとったとこらへんかな、これ。そう、道中でね、なんかね、すごく、徐行運転をする、なんか、区間があったんですよ。なんなんやろうと思いながら。本当なんか鹿でも出て、前で道を塞いでんのかな、ぐらいの感じで、トロトローっとなって大一周してたんでね。あ、なんか15キロ制限になってんだ。なんでなんだろう。あ、標識が15キロ制限になってたわ。何かな、橋脚になってるわけでもないし、不思議ですね。おー、すんぞ急に晴れてきて暑い。あやは自動車学校。あ、これあれか。リオの。あやはリオのあれかやってんのかな。ああ。すごい地味だな、山。山気になるな。山気になるな。え、施設していけるの？いや、違う。あ、間違えた。しがらきなんだから。これ、今のところあれだ。乗らなきゃいけなかったんだ。しまったー。あ、でも、水口の方には出れるかな？別にこの道でも出れんことはないか？な？私は期待も込めて、そう言い聞かせてるよ、今。さあ、どうだ？でっかい郵便マーク。切って、取り扱い所なんですね。はぁ、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 はぁ。あ、新名市高架土山、まあ、左遷図ってなってますね。高架土山は、これを先さ、まあ、そっちの方に行ったら、順当に行けそうですね。
あ、これ、水口駅なんだ。あ、じゃあもう水口駅ってことは水口だ。水口大教会。え、さっきのは何だっけ？あ、日の大教会ってなってたか。すごいですね。そんなでかいのがいっぱいあるんですね。まあ。天理市からも確かにそんなに離れてはない場所とはいえ。すごいですね。で、これは、曲がっちゃった方がいいかな。あら？ヘイ、ポリスも一緒に。何と？何かがあったんでしょうね。やっぱ。今のは、あれですよね。今ちょっと映像をもう一回ちょっと、家帰ってから確認しますけど、やっぱ警察車両もキーレスエントリーつけてないんですね。あの、郵便局の車両もね、必死なんですよね。キーレスエントリーが。多分警察車両はまた別の理由だと思うんです。郵便局の場合はその、手締め作業、施錠確認っていう工程があるんで、キーレスやとそれが省かれてしまうんでダメっていうような感じの、なんか、最近名分だったみたいですけど、多分警察車両の場合は、なんだ。あ、お祭りやってんだ。早玉神社で。あ、もうこの辺りは、水口なんですね。